今日も熱い声援ありがとうございました。そして1年間本当にありがとうございました。チームが J2 に降格してしまったこと、そしてその苦しい時になかなか力になれず本当に申し訳ありませんでした。5年間いたこのチームを今シーズン限りで去ることになりました。サポーターの皆さんの声援を背にこのビッグスワンのピッチでプレーすることが僕の喜びでした。今日もそうですが、試合終盤の愛してる言い方を聞くと、どんなに苦しくても僕の体を突き動かしてくれました。その熱い思い、熱い声援で来季もこのチームを支えてください。そして1年で J1 復帰することを願っています。そしてもう一つ、今日もたくさんの友人がスタジアムに駆けつけてくれました。僕もそうですが、家族がこの新潟の土地を愛し充実した生活を送れたのも友人のみんなのおかげだと思っています。ありがとうございました。今後はまだ未定ですが、まだサッカーをやりたい、もっと上手くなりたいという気持ちが強いです。またいい知らせができればいいなと思っています。最後に5年間本当にありがとうございました。愛してる皆さん。